栄泉高校放送研究会ミニラジオ。皆さんこんにちは、灰島より役梅原雄一郎です。由良匠役島崎信長です。このラジオは毎週木曜24時より好評放送中のテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送です。はい、明日はいよいよ第11話の放送日です。はい、本日は11話の注目キャラクター灰島いおりについてお話ししたいと思います。はい、梅原さん、はい、急に梅原さんになったら認めちゃってて、ね、いおり様なんでね。わ、はい、かりました。いおりのプロフィールをお願いします。読ませていただきます。灰島いおりは栄泉高校アーティスト専攻3年生、9月24日生まれ、うちの母ちゃんと同じ誕生日でした。びっくりとてもいい情報。似てる。いや、よりとは違うな身長は182センチ。いいね。血液型は B 型です。栄泉に在学しながらライセンス取得を、持たずして、プロとして活動する若き天才パーセプションアーティスト。まあ、天才ですね。待たずしてだった。待たずして。いや、大丈夫です。大丈夫。待たずしてですね。待たずして。はい、なるほど。まあ、かなり天才肌な人物ですので、その言動とかも結構こう、まあ、ある種こう上から目線じゃないですけど、うんうん、少し他のキャラクターよりも上に行っているセリフが多いんですけど、うんうんうん、でも、いおりって、意外とこう別に嫌われてはいないというか、そうだね、うん、圧倒的な天才感と謎の人たらし部分っていうのがあってナチュラルなんだよね。そうなんですよね、うん、意外と何でしょう、こってりしてそうであっさりしている部分っていうのがあるので、うんうんうん、多分それで、うん、意外と他の人からもそんなにこう意味嫌われないというか、うん、俺あれだからすごく刺さって、あの仁さんに言ってもディレクターのね、この人、陽キャって言ったんだけど、確かあの分かりやすくやっぱ噛み砕いて、1回目の収録で初めていおりをね、まあ、オーディション以来本番でやった時に結構しっとりな感じで僕最初やったら、うんうん、いやそういうイメージあるよね、仁さんがこのキャラは陽キャだからもうディレクションそれだけだったんですけど、分かりやすいよね。もう大変分かりやすく、あ、そうか、陽キャかと思って、そう、そこからこうちょっと方向を変えてという感じでしたね。それも多分相手が梅ちゃんだから、うん、多分こう言えばもう陽キャさえ伝えれば本当ですかね、こいつは分かってくれると、陽キャで、あ、なるほどっつって実際 OK だったわけじゃん、そこの伝え方何倍絶妙で、伝えられすぎてもさ、まあそうですね、なんか変にこう逆になんかルートが狭まる場合もあるじゃない、なんか確かに陽キャだからその一言で察しました、いろいろ。でも俺もその話聞いて、いおりさんのなんか不思議な魅力ってそこもあんなって、うん、そうですね、陽の人なんで、こういう人って大体いいんじゃん。あ、確かにそうですね。でも陽の人だから なんかこうちょっとこう、うん、リアリストな話しても、うん、なんかあったかさもちょっとあったり、そうなんですよ、ね、ちょっと面倒見よかったり、うん、なんかあんまり不快感がない、そう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 、天才というかね、そういう感じですね。意外と威圧感を与えすぎない人だね、うん、ただ、うん、今日からはちょっと多分ね、まだまだちょっとね、じゃあ今日はね多分分かんないよ、インドインなんだよ愛入れなかった、愛入れなかったやっぱり眩しすぎたんだと思う、ちょっとなるほどいや、いいペアだと思ってたんですけど ね、そうだね、噛み合えばね、インとヨーでね、そうですね、ちょっと京さんがちょっと多分びっくりしちゃったあ、そうそう、ちょっと劇薬だったんですかね、うん、そんな感じのキャラクターでございます。いというわけで第11話の灰島いおりに注目してくださいね。テレビアニメオーパスカラーズは、毎週木曜24時より東京 MX BS11 にて放送中、配信は DMM TV にて見放題独占配信です。それではまた明日。